おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野夏樹です。現在アメリカ合衆国のミズーリ州の大学で野球をしております。さて、そうですね、まあ昨日も言ったんですけど、まあ、中間試験の週でございまして、まあ、僕もその例外ではなくてですね、毎日宿題に追われているといった状況でございます。昨日もですね、夜中までずっと宿題の、ね、絵を描いていたといった感じだったんですけど、まあ、そうですね、まあ、僕の場合は、卒業をねちょっと早めたいということで、3年半にちょっと授業内容を凝縮しているので、まあ、単位1学期に置ける単位 取らなきゃいけない単位数が多いんですね。で、僕途中でメジャーをビジネスとアートからアートに変更してるので、まあ、そこに関しても単位いっぱい取らなきゃいけないよねみたいなところで、まあ、やっていて、まあ、結構難しくはないんですけど、量が多いと。でね、今シーズン野球始まって、まあ、それを言い訳にホームワークをですね、後ろにずらしていたら、まあ、夜中までやらなきゃいけない事態となってしまっているといった感じですね。まあ、僕みたいにならないように、これを聞いている留学生の皆さんはぜひ、計画を立ててですね、しっかりと成績が取れるように、頑張っていただければなと思います。まあ、僕21単位本書き取ってるんですけど、まあ、それでも全然全部取れるぐらいなんで、皆さんも取れると思うのでぜひ頑張ってくださいということで、今日はですね、あれ何話そうとしたんだっけな、今日はそうだ、日本で活躍していた、バッターがなぜアメリカに来ると打てなくなるのかというテーマでお話しさせていただきたいなというふうに思います。まあ、これはですね、まあ、ちょっと大げさですけど、まあ、よくあるパターンではあるんですよ。まあピッチャーだけではないんです。あ、ごめんなさい。野手だけではないんですけどね。バッターだけじゃないんですけど、まあ、僕自身ですね、すごく、いろんな選手とか見てきて、すごく感じることっていうのがあってですね。やっぱり最初、アメリカに来て最初はすごく、苦労する人が多いと。日本で活躍していたバッターでも、アメリカに来るとなかなか結果が出せなかったりとか。いうのが、そういうパターンが結構多いよねって言ったところで、じゃあなんでそれが起こるのかっていうところを、ちょっと今日はお話しさせていただきたいなというふうに思います。逆にね、もちろんね、日本で活躍してた選手がそのままアメリカで活躍している選手もたくさんいますし、そういったところで言うと、ちょっと主語が大きく聞こえちゃうかもしれませんが、そういったところで、苦労している人が多いっていうのと、あとはそこを克服すると、非常にうまくいくんじゃないかなっていったところで、そういう視点で今日はちょっと話してみたいなというふうに思います。まず一つ目は、速い球に振り負けないっていうことですね。やっぱり、結構も日本とアメリカでの差が多くとして感じたのは球速帯が違うというところですね。日本でよっぽど高いレベルでやっていたところだとしても、例えば高校野球で県大会で当たるようなチームっていうのはやっぱりそこまで130そこそこで、4強ぐらいに行くと、ベスト4以上に行くと、140キロ中盤とかがやっとたまに混ざってるよねみたいな、いても1人2人とかそんな具合だと思うんですね。で、それで言うと、アメリカの、大学野球っていうのはもちろんリーグのレベルにもよりますけど、基本的には140キロはマストで出てくると。でそういうピッチャーが出てくるピッチャーみんなそのぐらいの、ポテンシャルを持っているといったところで、しっかりとまずはそれを打ち返せないと、いけないよねっていうところがまず一つ目だと思います。で、そこをまずしっかりとそこの速いまっすぐに対応できないと、日本でねいくら当てるのうまくてうまく自分の持ち味を生かせてたとしても、なかなかアメリカではボールを打ち返すことができないというところで、率が下がってしまったりとか、なかなかヒットが出ないよねみたいな状態になってしまうんですよね。なのでまず一つ目はこの速い球への対応、これができないと、一つアメリカで結果がなかなか残らない、これが一つ原因になってしまうんじゃないかなというふうに思います。これが一つ目です。2つ目は、見たことない変化球への対応ですね。アメリカ来て僕、キャッチャーもやってるんで、いろんなピッチャーと受けてきたんですけど、本当に日本とは変化球の質が全く違うんですよ。逆に日本人ピッチャーの変化球をアメリカで見ることもないんですけど、アメリカで見る変化球を日本で見ることはあんまないんですよね。で、一番違うのはやっぱりチェンジアップですね。
アメリカは基本的にはまあ、日本だと基本的にって言ったらちょっとあれだな、変ですけど、まあ、一番最初に覚える球が、まあ、カーブとかスライダーだったりしますよね。でもアメリカの選手の場合は最初に覚える変化球が、まあ、チェンジアップのことが多いんですよね。なので、まあ、すごくみんなチェンジアップを投げるんですけど、このチェンジアップが非常に厄介で、なんて言うんだろうな、よく言うサークルチェンジみたいなものだと思うんですけど、しっかり腕を振っていく中でボールだけ来ない。で、右ピッチャーの場合はシンカーしながら落ちていく、まあ、そういった、まあ、独特の、ものなんですよね、まあ、これがあったりだとか、あとはツーシーム系、カットボール系、まあ、すごくまっすぐを、まあ、綺麗なフォーシームを投げるピッチャーっていうよりもまっすぐがねぐちゃって動いて、まあ、左右にぶれたりだとか、そういったピッチャーが多いので、そういうところを対応できるかってところがミソになると思います。僕はもう左バッターなんで、まあ、日本にいるときは右ピッチャーの方が好きだったんですよね。やっぱりなんだろうな、まあ、ボール入ってくるし、入ってくる変化球はカーブスライダーは、まあ、振っても振ったら当たるので、適当に振っても当たるんで、まあ、そういったところで言うとまあ、すごく好き好みだったんですけど、アメリカに来て右ピッチャーが怖くなってしまったぐらい、もうチェンジアップが本当に自分から逃げていく、右ピッチャーなのになんで自分から逃げていくんだこれはみたいなところで、まあ、すごく難しいところがあって、全然バットが届かないというふうなことに陥ってしまって、まあ、最初はすごく苦労しました。なので、まあ、そういったところは間違いなくしっかりとやっていかなきゃいけないんじゃないかなと、対策をしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。はい、これが2つ目です。変化球ね、見たことない変化球にしっかり対応するといったところですね。で、3つ目はですね、調子を維持するできる力を持ってるか持ってないかといったところだと思います。まあ、これはもう何回も、まあ、僕のラジオ聞いてくださっている方は何回も出てきていることなので、まあ、今更っていう感じかもしれませんが、やっぱアメリカのシーズンは長いです。試合数も多いです。50試合60試合という普通にあるような、まあ、スケジュールになってます。なので、まあ、打席数も多いんですよね。100打席、まあ、多い人だと本当に200打席近く立つんですよね。その中でいかに調子を維持できるかで、調子悪い時に、まあ、どうやって結果を残せるかみたいなところが非常に大事だと思います。まあ、調子悪い時に結果を残すというか、早くいち早くね、調子がいい状態に、戻れるように、まあ、しっかりメンテナンスできるかみたいなところが非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあね、日本の高校野球は、まあ、ある種ね、まあ、一発勝負的な部分あるんで、まあ、その大会に合わせてね、プラン立てして、まあ、やっていけばいいところはあるんですけど、もうずっともう試合、アメリカの場合は試合があるので、まあ、そういったね、なんか一発勝負的なことではなく、長い目でね、自分の調子っていうか、しっかり結果残さなきゃいけないので、まあ、そういったところへの対応だったりとか、体調管理も含めてですよね、まあ、そういったところの意識をしっかり高めておかないと、なかなか結果を出すのは難しいんじゃないかなといったところだと思います。早いまっすぐに、しっかり対応できるか、見たことない変化球にしっかり対応できるか、長いシーズン、多くの打席数にで、長期的にしっかりと結果を残せる力を持ってるか、この3つが、肝になってくるんじゃないかなと思います。まあ、今日のテーマはね、まあ、一応タイトル的には日本で活躍してたバッターがアメリカでなぜ打てなくなるのかなんですけど、まあそのね、まあ、日本で頑張ってて、まあそうですね、それでいうと、まあ、アメリカで苦労する日本人バッターの特徴でとでも言いましょうか、まあ、そういったところを逆に、まあ、抑えていれば、まあ、アメリカでも活躍できる可能性が上がるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ意識してみてください。これからアメリカ来る人はよろしくお願いします。ということで、本日のラジオでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。上野たつきでした。じゃあまたね。